しい。惜しい。今日勝てない日か。今日勝てない日だと思います。どうしたんだよ、急に声。うん、声どうなの？でもね、集中してたら絶対勝てると思うけど。どうなったんこれ。そんなか細かった、お前声。か細いのは今だけだと思います。今だけなんだ。あ、戻るんだ、じゃあ。戻るとき戻らないとか、そういう事件なんてしてなくて、誰もおかしくならないよ。何？ゲンのリフレクション！いやー、え、凛としてたんだ。こいつ。え、俺なんか、俺なんか今言ってた。お前すごい急にか細くなって。うん、無限のリフレクションって言ってた。TK じゃねえか。TK 乗っ取ってたんかい。おい、なんだよ、お前ちょっと嬉しそう。連絡しろよ。なんなんだよ、お前それね。あいつ連絡しろよ。どういうスタンスなんだ、お前。なんだよ。本当に乗っ取られたやつか、こいつ。来たのかよ。いや、マジか。来たとか言ってんの。なんだよ。え、シャーマン、この人。TK 来てたんかい。高齢術じゃない？すれ違ったな。すれ違うとかあんだ。ヘルメットもらうか。ヘルメットもらうか。なんで俺の、なんで俺の。ちょっと待って。吹き替えいる？ちょっと待ってくれよ。吹き替えるんだけど、俺になんか、日本語なのに。意味わかんねえよ。なんかおいおい、さっきから言ってる意味がわかんないぞ。なんか、付け足してんだけど、すごい。おい、なんか言ってないことまで言ってないか？あ、そう、そういうことよ。うまくは言ってるか、これで。まあ、大方意味合いは通じるが。なんでそれしようと思ったんだよ。おい、理由を説明してくれって言ってんだ。説明するやつがだって、喋れないもんな。わかった、こうしよう。よし、わかった。取引と行こうじゃないか。言ってないね、もう完全に。お前がなぜこんなことを始めたのか、それを説明してもらうために、俺は一つお前にギャンブルを仕掛けようと思う。お、うん。ギャンブル。ちゃんと喋り続けろ。このギャンブルに勝ったら。いいか、お前は今から俺の、俺は、この手元にあるリボルバーを一発ずつ引くんだ。あれ？6発のうち当たりを引けば、お前、そして中に入ってる IC チップが反応して、お前の唯一の妹、そいつの部屋に仕掛けた爆弾が爆発することになっている。どうなるか分かってんな。これでもう逃げ場はなくなったな。何怒ってんだよ。たかだかゲームだろ。そうだぞ。命をかけたな。あれのおまわりさん、すいません。え、こいつやばいです。誰に。これ今の何？吹き替えとかじゃなくて。あ、もののけと申します。あ、もののけが。命をかけたゲームをしようとしてます。友達が。あ、通報しちゃったよ、俺。あ、そうですか。吹き替えが勝手に。はい。あ、わかりました。はい、すいません。どういう話になっちゃった、これ。何？なんか明日から牛乳5リットル来ることになっちゃった、毎日。なんでそんなことになったの？警察だよね。電話してたの。警察だと思ってたんだけど、よくよく確認したら、うん、乳牛だった。乳牛に。みんな今日もありがとうね。ほら、おばあちゃん声聞いてるから、みんな挨拶してね、おやすみって。俺ね、おばあちゃんおやすみって、ね、おやすみなさいね、うん、おばあちゃんおやすみって言ってね、みんなね。おばあちゃんほら、みんなおばあちゃんほら、皆さん今日もありがとうございましたってほら、うん、あ、皆さん今日もありがとうございました、今日もありがとうございましたって。そうそうそう、おばあちゃん、みんなほら、おばあちゃん寝るって、うん、寝るからね、ほら、仕切りすぎです、うん、おばあちゃんほら、仕切り、おばあちゃん寝るよ、うん、おやすみって言ってあげて、ほら、うん、ほら、あ、寂しそうだよ、はい、おばあちゃん寂しそう、はい、はい、ありがとう、おばあちゃん寂しそう、うん、その状況伝えなくていいから、うん、おばあちゃんほら、今日も本当に私たちのようなゴミくずの配信を聞いていただき本当にありがとうございました。そうですよね。うん。こすりつけておでこ。ね、おばあちゃんにそんなこと。今よりもシワが2倍ぐらいになるぐらい。こすりつけておでこ。おばあちゃんほら。とんでもないぐらいの量じゃん。シワの量が。ね。何無視してた？お前怖いって。怖い。みんな今日もありがとうございました。私たちのようなゴミの配信に来てくださって。あれ、俺なんか言ってた今。え、俺なんか言ってた今。お前なんかすげえ、なんか取り仕切って、その場を。
おばあちゃんに土下座とかさせてたよ、お前。TK 来てたんか。TK 嘘だろ、おい。おい、倫理観終わってんだ、TK。TK 来てたな。なら言って。言ったらどうなんだよ、それな。毎回。水くせえな。水くさくね。しぐれだけに言ってか？言ってねえよ、誰もそんなこと。何がだよ。